by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. はい、今回は稲葉レオプロのステップバックの必要性についてちょっと2人でこう解説していきたいなとか思ってます。ステップバック、まあ、いろんなセクションで、まあ、使うことがあるんですけども、まあ、小波だったり大きい波だったりアップスの最中、リップする最中、リップ行く前とか、まあ、いろんな部分で足を踏み替えるっていう動作がショートボード、まあ、もちろんロングボードもあるんですけど、ショートボードは多く見受けられるので、まあ、それについて必要性だったりっていうのをちょっとこう2人で話しながら説明できたらいいなと思います。それではこちらの動画をご覧ください。はい、それでは画面見ながらステップバックについて解説していきたいと思います、まあ、波のサイズはまあ膝、まあ、もも、腰、動画で見るとちょっと波のサイズあるように見えるんですけど、まあ、実際問題、まあ、入った感覚はもも、腰ないイメージですね。で、まあ、波すごくちょっとこのたるいセクションからこの掘れてくる、リフォームしてこの掘れてくるセクションで最後リエントリーと、この動画についてこのステップバックする位置だったりその必要性について、まあ、ちょっと今からレオに聞きながら解説していきたいと思います。波が軽いです。こうまず戻ります。もちろん波のフェイスは、まあ、ちょっと立ってきてない状況で、まあ、でもレオの目線の先には多分リエントリー最後のフィニッシュするところが見えて、そこに向かってアップスダウン始めるんですけど、ちょっと水の中では見づらいですけど、足の位置、後ろの足の位置ですね、この位置、こう足の位置を見てほしいんですけど、デッキパッチの前部分、まあ、よくデッキパッチにはマーク、ロゴのマークがあるんですけど、その位置ぐらいですかね、その位置ぐらいに足が乗っていることが分かります。キックが多分この辺になって、まあ、足はこの位置、相当前ですねレオ。はい、これデッキパッチより前に出てる、足の半分がデッキパッチに乗ってるぐらいですかね。じゃあ割とデッキパッチの前もへこむね。そうですね、そうだね、それぐらいで、その時前足というのは変えたりしてるの？前足は普段と同じような位置で、まあ、この状態は前足に乗っかってアップスダウンしてる。でここの時にここで変えてるんですね。すごいとこで変えてるんですよこれ。ほらこの時にはもう後ろ足乗っかってる。でもこの一瞬、この一瞬で板が上がるのと同時に足が変わってる。ここですね、ここで足が変わってるんですけど、どういう風にどのタイミングで意識的に変えてるのかな。もちろんここから、まあ、見たら分かるんですけど、この位置からここフェースが張ってきて掘れてくるイメージはもう十分あるし、波のパワーゾーン、さっきの位置よりもパワーがあるっていうことは分かるんですけど、その変えるタイミング結構多分どういうターンする状況でも同じだと思うんですけど、そのスピードをつけてるところからターンに入る前のボトムに降りるときに多分ステップバックしてると思うんですよね。でここでボトムターンしてリエントリー、ボトムターンに行く前に足を変えることが多いってこと？そうですね、ボトムターンに入る前のボトムに降りる前、この板を引き上げるときに足を下げる方が上げやすいからこのタイミング、要はちょっとこうトリミングみたいな感じでアップダウンしながら、まあ、ちょっとこう波がちょっとここをよじれてるんだけど、このタイミングでもう一個パンプするときにこう上げてるでしょ、板引き込んでるときに後ろ足下げてる。アップ&ダウンっていうじゃないですか、うん、そのアップスのそのダウンからアップに入るときの方が多分下半身が上半身に近くなるんで、まあ、より安定してると思うんで、そのときにステップバックする方がやりやすいのかな。
まあ、それが一概にねアップしてる時とは言い難いんだと思うんだけど、もちろんねダウンする時にも足変える時は多分あるとは思うんだけど、この状況波がない時は板が動いてる状況じゃないと多分ステップバックっていうのはできないと思うので、そのタイミング、そのまずアップスダウン、パンピングなんでトリミングで板をしごいてる時にダウンしてる状態よりも引き込んでアップする状態で足を変える、なおかつその次にターンをすることが前提で足を変えた方のがスムーズにいくってことですね。で最後リエントリー。ちなみにこれ足を変えないでやったらどういうことなんだろうね。前に足がある状態で多分技はできなくはないと思う。できなくはないんですけど、うん、板を上げるのも難しいし、うん、その返した時も多分足が変な位置にあるんで、うん、まあ、不安定、こけやすかったりとかミスしやすい体勢だと思います。で多分この後の展開がすごく早くて、僕が思うにはやっぱしあと後ろの足に乗っかってなかった、多分こんだけ波がポンって飛んできたものに対して多分アプローチできないの、まずここは板上げることができないの、後ろ体重かけるのが多分非常に難しくなるから、だから板の角度もこの角度じゃなくてもっと横の角度で下手すらミスする、そうです、うん、と思うんで、まあ、しっかり後ろ足に体重乗っけた方が成功するコツでもあるね。やっぱ足の位置ってすごく大事だと思うんでサーフィン でしっかりリエントリー。今回のコツはこの波のたるくなってこのパワーがない状況からアップスダウンし始めてスピードつけるとき、まあ、この時はまだ前足ですね。でここの次の瞬間、この位置で足を変える、これは最後行くラストのトリミングになるからそこで変える、それでボトムターンしてリエントリーすることによって技がうまく決まると、そんな感じですかね。レオさん、あとまあさっき多分水木くん言ってたんですけど、うん、そのボトム、うん、とかでステップバックとか、うん、板が動いてない状態でステップバックすると、うん、やっぱ失速しやすいですよね。失速するね。動いてる時の方がやっぱりスピードを殺さずにターンに入れると思うんで、体もすごく動かしたその流れの中で足を変えた方のがすごくやりやすいと思うし、連動できていいよね。止まった状況でやれなくはないけど、ちょっとぎこちないね俺らもね、やろうとしたらやっぱこの流れの中で、まあ、パンピングしながらこの浮いた状況でちょっとこう離れる時が多分普通の人でもこう感じられる時があるんで、その時に足をちょっと踏み替えたりすると、まあ、ちょっといいフィーリングがつかめたりするかもしれないですね。はい、今ステップバックについて解説してきましたけれども、まあ、ステップバックの必要性だったり、まあ、仕方、タイミングっていうのをまあ解説して、まあ、もちろんこれだけの動画で言えないほどステップバックっていうのは足を踏み替えるってことが出てくるんで、まあ、その都度その都度いろんな動画で、まあ、他の動画でももちろんやりますけど、まあ、ステップを踏み替えるっていう必要性が一番サーフィンにとって大事だっていうことをまあ分かってもらいたいなと思います。じゃあレオに最後質問です。まあ、レオの中の感覚でいいです。大きい波と小さい波どっちがステップを一番踏み替える、これ多分視聴者の方すごい気になるとは思うんだけど、さあちょっとレオに聞いてみましょう。どうですかレオ。まあ多分小さい波の方がスピードをつけるのが結構難しいんで、そういう面では多分小さい波の方がステップの踏み替えは多いと思います。サイズあると結構あの波の力によってスピードがついてるんで、まあ、その分ターンにも入りやすいんで、波がちっちゃい時の方が使えます。僕もそう思います。そうなんです。だから割とやるこう一般の方がやる波のサイズ、例えば膝から胸って多分一番やるサイズだと思うんですけど、本当はそのサイズは一番ステップをこう足を変えてこうスピードつけたり技をしたりっていうことが多いんですね。だからこそそのステップを変えるっていうことがすごく重要になってくる。それが多分本当にこう足を変えられることがこううまくできたら、オブザリップする、フローターする、カットバックするって全てのマニューバーにつながってくる、全てのマニューバーをこううまく成功させるコツでもあるかもしれないですね。なので、まあ、ステップを変えるっていうのも意識しながらぜひ練習してみてください。